それでは歌っていただきましょう。木村哲二さんで男の港。板を一枚命を張った男の今日の点数は何点でしょうか。おっと来て出ました 94.820 点でございました。すごい、ありがとうございます。すごい、やっぱさ、はい、出すよね毎回。あ、まあ、そう、出ちゃうというかな、出ちゃう出ちゃうタイプ、ね、出ちゃうタイプなんだって、演歌で出すの難しいからね。難しいからね。そうですね、かなり大変な、うん、今日はもうあれでしょう、はい、もうこのお客さんの心を掴んだなっていう感じはするでしょう。感じはします。しますよね。するんです、うん、さあそれでは審査員の点数が出ましたよ。さあ何点でしょうか。どうでしょう。出ました、91点。ということは合計点数が185.820点ということで、残念ながらチャンピオンならず。ならず、惜しいですね。マジか。 0.7 の差、あと一歩のところまで来てますから。惜しかった、惜しかったですね。もう本当に次に期待したいです、よろしくお願いします。なんでそういうちょっと余裕いや僕は別にここでは勝負してませんよ。いやいやいや、めちゃくちゃ勝負してますよ。年末の賞レースで勝負してますから。いやいやいや、そうです、皆さん本当にね、ありがとうございます。たくさんの応援いただきました、はい、ありがとうございます。いや本当に本当に頑張ってくださいね、本当ね、はい、はい、ありがとうございます。2代目ね、はい、2代目という曲で頑張っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またチャレンジしてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。木村さん、はい、やっぱりこれお父さんの DNA をね、うん、弾いてて、うん、これもまた素晴らしかった。素晴らしい。だから本当素晴らしい同士の対決でね、うんうん、もうどうなるかっていう本当にそういう感じでした、うん。